どうも、浦迫です。何ですか？渋谷ロケ終わったじゃないですか。はいはい。ちょっと食べたいものが。食べたいもの、はい。10円パン。10円パン。はい。お、聞いたことあります？ない。あの10円の形をした中にとろけるチーズの入った大きめのパンで、これがもう最先端でめちゃめちゃバズってたんですよ。出た、はい、バズり終わってんの？バズり終わりました。なんやねん。基本的にはでも難波とかにも進出してて、めちゃめちゃ並んでるんですよ。大阪とかでも10円の形。そうなんです。で、あの東京だと渋谷のドンキで買えるんですよ。あ、このドンキ売ってんの？ここで、で本当当時やばかったよ。すげえ並んでた。でも TikTok とかでもみんな出してて、でもうバズり終わってんのやろ？あ、もう終わった。なんで今やねん。だから落ち着いた今ゆっくり食べよう。ほら召し上がってくれます。女性ほら、あ、ほらみんな買ってる。ほんまやほんまや。ほらそこまででかない。あ、10円よりかはでかい。それはやばい。じゃあちょっと並ぶ。並んでんねや。さすがにちょっと中撮影できないんで。あ、買ってきましょうかね。買ってこようか。はい。じゃあ待ってるわ。お量買える、はい、買ってきます。はい、はい、今お量買ってます。チーズ結構インスタ映えするみたいな、とろける感じ。餃子食いてえな。あ、あの餃子屋さんも行ったんですけど美味しかった。あのサイドメニューめちゃめちゃうまかったっす。餃子にせえへん、やっぱり。いっちゃいましょう、餃子しちゃいましょう。かわいそうやろ。俺をドッキリします。俺を10円パン買ってきたら誰もいなかったドッキリします。かわいそうやろ。悪いお兄ちゃんやで。天一もあってね、この通りいいっすよね。魅力的よ。その先カモクラやろ。あとケバブもあったりして。ケバブはいらん。GU もあって、うん、GU は知らん。ねえ、ケバブ、ケバブ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ケバブを食いたいと思ったこと生涯一回もないわ。え、食べたことあります？もちろん。え、めちゃめちゃうまくないですか？美味しいよ。あったら絶対買っちゃいますけど。美味しいけど、ケバブ目的で動いたことは一回もない。たまたまあったから食べたみたいなことでしょ。僕上野とか行ったら絶対ケバブは食べたくなって買っちゃいますもん。うん、だからそれ人それぞれ。俺はその人それぞれ今話せばいいじゃん。俺は今食いたいと思ったことがない。僕が食べたことはその話をすればいいじゃないですか。何なんですか？あ、やんのかお前ここで。ほら、ここでメガドンキの前でよ。本当にちっちゃい子が変な目で見てるから。そうか。ほんまに喧嘩してる。喧嘩してるみたいになっちゃう。食いたい。遅いんで行きません？そんな食べたくなくなってきちゃった。餃子にしようかな。餃子にしようすか。ちょっと本当にいなくなってます。ちょっと本当にいなくなってどんな感じになるか、ね、隠れるとこね。あ、その上りの後ろ。あ、面白うわ、とろけるチーズ餃子もええな。ここ隠れましょう。まさかお寮がドッキリかかるなんて自分で思ってないでしょうか。あ、ごめん、餃子見てて聞いてなかった。ずっと餃子見てて聞いてなかった。回ってますよ、一応回ってます。薄皮餃子って書いてあるもん。僕行った時並びましたよ。あ、そう。はい、渋谷餃子さん。餃子食いたい。餃子はいつでも食いたいよ。で、この前堀江さんのツイートかなんかに反応してませんでした？餃子なんか大阪の餃子。どうでした？皆さんも行ったことあるんですか？あるある。美味しい。あのお取り寄せで取り寄せたこともある。もうあの焼きの魚、あの焼きの達人がおるから、はいはいはい、店舗には、はいはい、お取り寄せとは全然違うよ。え、場所はどこっすか？大阪の。もう分かんないです。ちょっと外れ。もう二度とそんな餃子いけないじゃないですか。何してんすか。いや、あの食べログ1位やったんちゃうかな。あ、これかな。これこれ。あ、そうそう、マルショ。マルショ1位、食べログ1位だ。はい、3.66。 ありがとうございます。一番好きでしょ。生涯の餃子の中で一番好き。おいし、これはマジで見ておいしそうだなと思って。
全然帰ってけんやないか。いやね、本当に来ないの。もしかしたら注文受け、あ、でも多分チーズベロンって伸びるんで、ちゃんと注文受けてから焼いてすぐ渡すって感じなんじゃないですかね。そういうことね。だから時間かかっちゃうんじゃないですか。わ、女子高生が、女子高生悲鳴上げて喜んでくれて、手振ったか手振り返ったらキャー言われて逃げてきました。うん、あの喜びのキャーではなかった。ちょっと餃子のメニュー見てみていいか。はい、行きましょう行きましょう。いいっすいいっすよ。うわ、これやばい。リアル100点。安っ。え、20個で1100円？安っ。うわ、うまそうやな。ああ、確かに、サイドメニューもええわな。なんかね、どうなってんの？ちょっとあの、少なめのね。そうです、そうです。いろ、あ、これこれこれ。トロトロ、ニラ玉。ニラ玉炒め。これマジもあったっす。そう。で、今度裏サコ取りましょうよ。なあ、はい、うわ、餃子でビール来てやばいな。これもチーズ餃子もね、揚げ餃子にチーズ。これはもう、あの一人前だけ頼んで。はいはい、お料金で分かってきました。はい、もしもし。はいはい、あ、どこって言ってます。 どこにいるの、お料。あ、これ出てる。何してんの。早く来て、待ってんだから。こっち、ここあるよ。遅いよ。ちょっとずれようか。ちょっとずれよう。よし、食べよう。あったかいうちに食べよう。お、熱々。お、熱々や。熱々。熱々。行くで。はい、熱々にご飯高いの。いただきます。うん、おー、伸びる。あ、いい、すごい。うん、おいしい。味どうすか。あの周りベビーカステラの味で。あ、なるほど。うん、中チーズ取ると、あ、うまいわ。あ、うまいうまいうまい。ほんのり甘い。お、いいね、いいね。うん。あー、大丈夫。うん、すごい、うまい。あ、カステラの甘みとチーズの塩味がすごい、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 上手。すごい、これサムネだよ。やばい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 。すごい。もう手が張れてない。手は足りてない。もう引っ張りますよ。いきますよ、いきますよ。すごっ。こんな食べ方してるの初めて見た。うん、うまい。はい、俺の勝ち。いや、これはちょっと負けました。全然悔しくないけど。これを食べてみますか。はい、いただきます。すぐ普通に食う。どうですか。これは流行ってるんですね。これ1個いくら。500円。うん、でもこれは流行るの分かるわ。ちょっと高いですかね。でもまあまあまあ。あ、チーズの塩味とパテラの甘みがね。そうそう、それ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 、うん、シンプルだけど美味しいね。うん、うん、だった。はい、だけです。ん、これだけです。終わりっす。まあ、あのだいぶ伸びたからすごい、取れたから。ありがとうございます。はいはい、終わった。はい、あのバズり終わったみたいですけど、でも結構また並んでるみたいな。はい、人気は人気です。ケンミラーさん、普通に美味しいです。牛宮城の前後にぜひ。はい、お願いします。はい、5だな、前夜と。いや、そうっす、あの食べられるんだ、売り上げがね。さすがオーナー。5にしてください、デザート。お疲れ様です。はい。